今朝は車のフロントガラスに氷が張り、仙台市内では厚手のコートに加え、マフラーや手袋を身につけて通勤する人が目立ちました。冬型の気圧配置に変わり、県内は強い寒気が流れ込んでいます。今朝の最低気温は仙台市日川で氷点下4度、白石で氷点下 3.1 度など、3カ所でこの冬一番の冷え込みとなりました。日中も気温が上がらず、予想最高気温は仙台で5度、石巻で3度など、真冬並みの寒さとなる見込みです。厳しい寒さは日曜日にかけて続く見込みで、体調の管理に注意が必要です。